順次よ。光あるところに影がある。これすなわち陰と陽の断りなり。そして影の中にもまた陰と陽が存在する。悪人と呼ばれる者たちがいる。陽を影から支える忍びの中でも影に属する者たちのことだ。悪人は大企業や政治家などから仕事を受け、暗殺や破壊活動などの違法行為も厭わず任務を遂行する。同じ忍びでも国家に所属する善人とは対極の存在である。悪人は負の存在だという者がいる。しかし善人と悪人、立場の他に違いはあるのだろうか。善人ができないことを悪人が行い、悪人ができないことを善人が行う。どちらも世界の動きを影から支えていることに変わりはない。比率蛇女子学園、悪は善よりも寛大であるという理念を掲げ、悪人のみを養成している学園だ。修行は整列を極め、死傷者が出ることもある。それでも学園から悪人候補生の姿が消えることはない。なぜなら火に背を向ける者は影の中でしか生きられないからだ。これより始まる物語は悪人であることを選んだ忍び学生の戦いの軌跡である。少女たちは何を思い、何と戦ったのか。悪を選んだ者たちがたどる紅蓮の道は果たしてどこにつながっているのか。それはまだ誰にもわからない。これは2年前の出来事。僕が蛇女子学園か。ずいぶんと大きい学校やね。あら、あなたも選抜メンバーなの？一応そうみたいやな。私は遥かっていうの。よろしくね。日陰や。よろしゅう。なんか元気ないわね。それでもピカピカの一年生？元気ね。なんかようわからんな。わしには感情ってもんがないからな。感情がない？
それじゃあ人間じゃなくてお人形じゃない。うん、そういう意味なら人形かもな。ずいぶん面白いこと言うのね。でもあなたと私なんか似てるかも。はあ、日陰ちゃん、あなたとは友達になれそうね。友達、ようわからんけど、はるかさんがそう言うのなら、まあ友達ってことにしておこうか。よろしくね。うん。蛇女の修行はきついと聞いてたけど、わしにとっては大したことないな。日陰、何をしている？あ、鈴音先生。ちゃうちゃう、サボってるわけやない。もう今日の修行ノルマは全部終わらせたんや。甘い。あ、甘すぎる。蛇女ではノルマが終わってからが本番。日陰、己に厳しくあれ。きっついの、鈴音先生は。当然、私の辞書に情けと容赦の文字はない。おお、怖っ。でもまあそれぐらい厳しくされた方がええかもな。その息やよし。ならばデク人形との実践形式で己を磨くがいい。ただし油断をすれば怪我では済まんぞ。そのぐらい緊張感があった方がええわ。ざっとこんなもんや。うん、上出来だ。では次だ。は？まだやるんか？当然だ。お前が倒れるまで付き合ってやる。はあ。次は水遁の術の訓練だ。今から300時間水中で過ごしてもらう。ずっと水中？もちろん。風呂やトイレは？水中で全部済ませろ。やっぱり蛇女の修行は厳しいの。めっちゃいい気分やわ。行ってこい。これは1年前の出来事。ふふふ。ん？あれは選抜クラスの新入生か。ふふふ。なんやあの子、花壇の花を全部抜いとるで。おいあんた、何してるんや。ストップです。ここは立ち入り禁止にしました。立ち入り禁止って、花壇で何してるん？何って、家庭菜園を作っているんですよ。家庭菜園？綺麗なだけのお花は抜き取って、実用的なお野菜を植えているんです。そうすればお昼ご飯にも困りませんから。うん、ずいぶんと無茶しよるな。私、お腹の虫を収めるためなら何でもいたします。可愛い顔して随分とたくましいんやね。花より団子、団子よりもやしですわ。よう分からんけど、もやしよりは団子やろ。そんなことありません。もやしこそが至高、もやしこそが究極ですわ。そっか、そうなのか。もう分からんけど。あ、申し遅れました。私、選抜クラス1年のヨミと申します。2年の日陰や。よろしゅうな。こちらこそよろしくお願いします。
では早速、もやしの素晴らしさについて語り合うことにしましょう。いや、わしはもやしの話は。そもそももやしというのは、煮てよし、焼いてよし、炒めてよしの三拍子揃った。人の話をまるで聞いとらん。はあ、また変わった後輩が入ってきたもんよね。小毛さん、何しているのですか？ん？ヨミさんか。見てわからんか？日向ぼっこや。日向ぼっこって日陰にいるじゃないですか。そこ全然日が当たっておりませんよ。わしにとってはこのぐらいの薄暗さの方が居心地ええんや。ほんと、蛇みたいなお人ですね。で、ヨミさん、どうしたん？なんか用やろか？日陰さん、今からお昼ご飯をかけて勝負しませんか？勝負？別にいいけど、なんでお昼ご飯なんや？なんでって…なんでお昼ご飯かけるん？なんでや？それは…なんでや？ヨミさん、なんでや？もう少しは察してください。察するとはまた難しいの。わしには感情がないんやから。じゃあ正直に言います。私もう3日もお昼を抜いているんです。今月はちょっとお金がピンチで。花壇の家庭菜園はどうしたん？カラスさんが全部食べてしまいました。そっか、そういうことならええよ。お昼をかけて勝負しようか。グレンのごとく舞い散れ。出ませんでした。ほな、お昼を食いに行こうか。
何でも好きなもん頼んでええよ。え、買った方がお昼をおごるんやろ。私にはよう分からんな。まあ、感情ってのは不思議なもんや。高評価、アンガトさん。私を止められるか。行ってこい。同じく1年前の出来事。ふん、蛇女の上級生は大したことはないな。私に挑んでくるなら死ぬ気でかかってこい。 あらあら、入学早々に上級生をやっつけちゃったの。噂通りのジャジャ馬ね、ホムラちゃん。お前も私と戦いたいのか。いいだろう、相手をしてやる。ちょうど物足りなかったところだ。血気盛んでいいわね。でも蛇女では生徒同士の支援による戦いはご法度よ。この学校では喧嘩もできないのか。とんだ腰抜けの集まりだな。あらら、勘違いしないで。支援の喧嘩はご法度。でも自主トレっていう名目の戦いはお咎めなし。どっちかが死んじゃっても問題なしよ。自主トレでの事故ってことで処理してくれるから。面白い。それじゃあ早速自主トレだ。お前を相手にしてな。いやよ、私はお断り。私の自主トレはお人形作りって決まってるの。もっとも、ホムラちゃんが私のお人形になるっていうのなら話は違うけどね。人形だとふざけるな。それじゃ自主トレもなし。まあそんな抜き身の刀みたいにならないで、仲良くやりましょうよ。仲良く。あれが選抜クラスのハルカか。食えない女だ。ハルカか。あんな奴がいるのならここも意外と楽しめそうだ。視線を感じる。誰だ。そんなおっかない顔しないで。私よ、ホムラちゃん。はるかか。聞いたわよ、上級生相手に暴れ回ってるらしいわね。私からは仕掛けていない。あっちが勝手に襲ってくるだけだ。選抜クラスって誰かが抜ければ一般生徒から補充されるの。みんな選抜クラスに入りたいから、ホムラちゃんみたいな新入生って狙われやすいのよね。やれやれ、生徒同士の支援による争いはご法度じゃなかったのか。選抜クラスに入りたいっていうのは支援じゃなくて向上心だから。ものは言いようだな。あら、噂をすればってやつね。向上心あふれる上級生たちがやってきたわよ。やれやれ、身にかかる火の粉は払うしかないな。ホメ、前順次よ。いい
返し。ふん、これで全部だな。驚いた。しかし強いわね。本当に1年生なの？ようやく分かってきたぞ。この学校は自分以外は敵なんだな。敵ってのとはちょっと違うかな。違う？蛇女の生徒はね、慣れ合わない仲間なの。仲間？そう、慣れ合わないから戦うこともある。でも仲間は仲間。なるほど。殺し合うこともできる仲間か。それもまたいいものだな。なんかまだちょっと分かってないみたいだけど、まあいいわ。次の1年生が入ってくるまでに私が十分に教育してあげる。いい評価だね。感謝する。僕まで連れて行ってあげる。行ってこい。そこ、気合が足らない。はるか、下級生たちの指導か。そうなんだけど、最近の子はダメね。いつまでも甘えが残っていて、厳しい訓練を避けるのよ。ホムラちゃんみたいにさっきとやる気をバカみたいに持ってる子っていないのよね。ほんとすごいわよ、ホムラちゃんは。バカみたいに持ってるわよね。はるか、私のことをバカにしてないか。あ、そうだ、いいこと思いついちゃった。私の忍術でみんなを操っちゃえばいいのよ。それで強制的に厳しい訓練をさせるの。そんなにうまくいくとは思えないが。まあ見てなさいって。忍法誘惑の術。あはん、 うまく術がかかったようだな。さあ、それじゃ始めるわよ。みんな私にかかってらっしゃい。
返し。もう、じらすぎる。わ、気持ちいい。必死に肩切るよ。どう？やっ、やっ、めっ、やっ、やっ、肩切るよ。どう？可愛いじゃない？やっ、やっ、やっ、めっ、肩切るわ。これであなたも私の虜ね。これでみんなのいい修行になったかしら。はるか、みんなの様子がおかしいぞ。なんだかはるかにやられて喜んでいるような、もっともっとって言っているぞ。ええ、みんな嬉しそうに体をくねくねしてよだれを垂らしている者までいるのだが、誘惑の術が効きすぎたみたいね。はるか、責任を取って最後まで相手をしてやれよ。はあ、そうね、仕方ないわ。頑張ろうかしら。いい評価ね。ありがとう。